カール・フィリップ・フォン・ブレーデ。フランツ・ハンフシュテングルの1828年のリトグラフ。カール・フィリップ・ヨーゼフ・フォン・ブレーデは、バイエルン王国の元帥、そして外交官である。ブレーデは、フェルディナント・ヨーゼフ・ブレーデとその妻であり、ユンガー男尺家出身のカタリーナが設けた13人の、子女のうち、最も若い子であった。父は、プファルツ選定公領の政府顧問にして、 ハイデルベルク上級政庁の交渉人であった。彼は1790年、摂政を務めていた主君のカール・テオドールから継承権を伴う帝国男社区位を授かる。その頃、加盟はブレーデに短縮された。弁学を終えた後の1787年、カール・フィリップ・ブレーデは、高級裁判所の職員並びに司法として、ハイデルベルクの上級政庁に職を得る。 それ以前の1785年には、リンデンフェルスの上級林務官として文献に現れ、シュリーやバッハの宿や、ローマ皇帝帝の主人夫婦に、入口の寮と財伝夫婦のガラス工場で製作され、磨き上げられた取っ手付きのグラスをひどい言葉と共に送っている。その姿は、オーデンバルトの民族衣装を描いたものとしては、最古の例の一つである。 1792年の夏には、シュ人間ンゲンの一体で指揮下の部隊を結集させていた、オーストリアの砲兵大将宝炎エ栄ーの軍団で、プファルツの地方委員に任命された。上級地方委員に任命された後、彼はライン側方面に配されていたブルムザー大将の軍の担当となり、同職について1798年の大仏戦役に従軍している。 1794年には称号のみの大佐に任命され、戦争中の功績により1798年3月1日、ライン918両の上級軍事委員に任じられた。それに先立つ同年2月28日には、選定校、カールテオドールによって、ファルツ選定校領の最高林務官に任命されている。続いて1799年8月19日には、 1794年6月18日に、遡ることとして、参謀本部付きの実際の大佐に任官し、同時に、ライン宮中迫領で、義勇軍を募り、これを実戦に投入できるようにする任務を拝命した。そのため彼は、一部を一般的な母兵に頼りつつ、独自の大隊を設立し、1799年の大仏戦役において、オーブリヒハイム及びランゲンチェルの、 戦い、ピンプフェンの戦い、そしてローベンフェルトの戦いに参加し、特に個人的な勇気と巧みな戦術で功を立てている。これに報い、彼は1799年12月11日の軍令に基づきクアファルツ・バイエルン軍交渉を受賞した。1800年3月30日、先帝公の命令により、武令では少々の階級を伴って、 クリスティアン・フォン・ツバイブリュッケン中条指揮下の師団に配されていたライン宮中白領の派遣旅団の旅団長に就任した。同年5月5日のメスキルヒの戦いと5月10日のメミンゲンの戦いでは特に活躍し5月14日には33歳で不評少々に認じられている。1800年12月3日のホーエンリンデンの戦いでは最後の予備兵力をもってなおも 改正を覆そうとしたものの、その戦場にはすでに得るものがないことを認識せねばならなかった。そのため彼は指揮下の、そしてオーストリア軍の残存兵力を集結させて、フランス軍の戦列を突破し、ドルフェンに交代した。講和が結ばれると、彼はバイエルン港を議長とするバイエルン軍、再建委員会の一員となる。1801年3月、ブレーでは、 外交官としての任務を帯びて、ウィーンに派遣されたが、1802年には再び、ファルツ旅団の指揮官に復帰し、バイエルン軍が攻略したビュルツブルグ市協僚を占領する。そこには1803年3月まで泊まり、ウルムでシュバーベンの旅団の指揮を担当した。1804年9月28日には中将に昇進する。1805年に、 オーストリアに対する戦争が勃発したとき、彼はベルンハルト・フォンデロイ中将を司令官とし、ロッコ旅団から構成されるバイエルン軍団の副司令官だった。同年10月11日には、オーストリア軍のキーンマイヤー中将を率いる強力な前哨部隊を奇襲し、その大部分を捕虜としている。翌日、オーストリア軍が放棄したミュンヘンに入場すると、 市民から熱烈な歓迎を受けた。短期間の滞在を経て、彼は第一竜騎兵連隊及び第三軽騎兵連隊からの騎兵240名を引き、ジン馬が疲弊するまでオーストリアの部隊を追撃し、数百名の捕虜や馬、そして荷物を六角する。1805年11月2日にデロイ中将が負傷すると、同年11月13日の軍令に基づき、 バイエルン軍団の指揮を受け継いだ。そして兵力で劣っていたにもかかわらず、敗北に終わったイグラウの戦いで、フェルディナント大公を相手に軍事的な能力を証明してみせた。講和の後、彼はシュバーベンの軍司令官となり、デロイ中将が不在の間にティロル及びバイエルンに配備された、バイエルン軍部隊の指揮官にも任じられた。 そして1806年3月1日の軍令により、マックス・ヨーゼフ軍事勲章を受章している。ブレーデ元帥の自画像、ヨーゼフ・カール・シュティーラーの作品。ブレーデは、当初、病気により1806年の戦役に参加できないで、いたが、1807年4月5日から5日にかけて、同年3月1日から、ルートビヒ王大使の指揮下に移ってた第二師団に、プーツスクで合流する。 そして5月16日に正規したポップアビの戦いで、またも格別な軍港を建てた。帰還後、1807年12月24日の軍令により、アウクスブルクを本拠とするシュバーベン・チュートン軍の指揮を託される。1809年の戦役に際しては4月29日にザルツブルクを落とし、士官13名を含む500名余りを捕らえるとともに、重要な主張を奪う。 ザルツブルクからは、フランスのルフェーブル元帥に従って、ティロルの攻略を助け、1809年5月19日に、インスブルックへ入場した。同年5月23日には指揮下の第二師団を、引き、ウィーンへ求心するよう命令を受ける。そして7月6日のバグラムの戦いでは、砲弾がその身をかすめ、野戦病院への搬送を余儀なくされるほどの重傷を負う。 続いて、シェーンブルンの和訳が結ばれると、ティロルへのさらなる遠征に加わり、同年11月1日に再び、インスブルックを陥落させ、その翌日にベルクイーゼルを攻略し、ティロルの民衆放棄の鎮圧に協力した。これに先立つ1809年8月15日には、ナポレオンから継承権のある伯爵位を授かっており、1810年7月14日の、 軍令をもって、バイエルン王国から、その社位を追認される。1811年1月1日には、騎兵大将に昇進した。1812年のロシア遠征で、ブレーでは、バイエルン王国、第二師団を率い、3月に出発する。そして、ダウガバ川のポラツクで損害の大きな激戦を経て、デロイ大将が戦没した後、その指揮下にあった師団の指揮も託される。 同年10月18日から10月20日、再びポラツクで戦闘が始まり、街の放棄が決まると彼は何より病気によって約3800名まで損耗した軍団をビリニュスまで退かせた。そしてブレーデが兵300名及び景気兵20機から後衛を編成したとき、バイエルン派遣軍は解体に瀕しており、それも1812年12月12日に根満。 川で完全に消耗してしまった。彼は、同年12月29日、バイエルンから到着した造影をもって、プロツクで、新しい軍団を編成したが、バイエルンに退却した。ここで1813年7月に2万の軍勢を、編成すると、同年8月13日にイン川へ進軍し、ブラウナウに籠もる。ブレーデ公の文章特に、ブレーデに促される形で、 バイエルン王国を反ナポレオンの同盟へと導いたリート条約の後、彼はバイエルンオーストリア連合軍およそ5万を率いて前側に進んだ。ハーナウの戦いで再びナポレオンによって戦場からの退却を強いられ、10月31日には銃弾により重傷を負う。そして野戦病院から退院した直後の1813年12月13日、エメンリンゲンで 自身の軍団に合流すると、再びこれをフランスへと率いた。彼はブリエンヌ及びロスネロピタルの戦い、バールシュルオーブの戦い及びアルスイシュルオーブの戦いでまたも活躍した後、1814年3月7日の軍令をもって元帥に昇進する。さらに、同年6月9日には、公爵位を授かり、領地としてエリンゲンが託された。戦後は、 バイエルン王国が獲得したビュルツブルグとアシャフフェンブルクの状況を調整する任務に就く。ブレーデは1814年9月にバイエルン王国代表としてウィーン会議に出席するため出国した。ナポレオンがエルバ島から帰還すると彼は司令官としてバイエルン軍をフランスへ引いたがライン川でロシア軍の来園を待った。ようやく6月23日。 すなわち、ワーテルローの戦いが決した後に、バイエルン軍は、進撃を再開し、サルグミーヌで、フランスの小規模な国境警備隊を駆逐している。ブレーデの部隊は、パリへの入場にも3日遅れた。彼は、後の1815年11月28日、要塞及び軍総監に就任する。1815年以降、ブレーデは、 保守的な立憲君主主義の代表者として知られるようになる。モンジュラ博の失脚に協力した後、無人諸大臣として1818 18年憲法の制定に深く関わった。同年、二分制議会が開催されると、バイエルン王国議会の初代総裁に就任し、没するまでその職を保持している。1822年9月26日には軍事に、 関する最高指揮権が託された。それ以前は国王が自ら軍の上級指揮権を保持していたのである。1829年まで存在したブレーデの艦長は軍司令部と呼ばれていた。続いて同年10月19日、マックス・ヨーゼフ軍交渉の管理官に任命された。1823年にインゴルシュタットで、1824年にニュルンベルクで実施された。 大演習では自ら指揮をとり、その成果を軍機に反映させている。1831年4月29日には後に、ブレーデの名を帯びることを条件に、第9戦列不評連隊の指揮官に就任した。1832年のハンバッハ祭りを原因とする相乗事件に際しては、8000名の兵を率いて、バイエルン領ラインクライスに進出している。ブレーデは、 すでに1809年からフランス側について従軍した遠征における功績を報われ皇帝ナポレオン一世からフランスの伯爵位を授かるとともにモント税の廃止されていた修道院を送られていた。これは領地を伴う上官へと改築され、ナポレオンの出脚後も保持が認められた。以降、モント税城と呼ばれるようになった、この上官は1905年に 一族最後の上手、イグナツヤ・フォン・ブレーデ・女子が没した後、1985年まで、アルメーダ博家出身のブレーデの子孫が所有していた。領地を自己経営しつつ、この一族は、独占的に地域の特産品であるチーズ、モントゼアーの生産と販売を行っていた。その大規模な生産は、カール・フィリップ・フォン・ブレーデ原水が1830年に開始している。 さらに、モント税の自治体は、農業の、彼の名誉のため、現地では、ブレーデ減水広場がその名を冠している。カール・フィリップ・フォン・ブレーデは1795年に、ビーザーズ・イーゲルスバフ・ハハク・フリードリヒ・オーゼフの娘、ゾフィー・アロイズ・イアーガーテと結婚し、多くの市場を設けた。後のバイエルン・リョーファルツ政府総裁、カール・テオドア・フォン・ブレーデとオイゲン・フォン・ブレーデは、息子である。 後者は、ルートビヒスハーフェンアムラインの町を建設した。元水のおいは、バイエルン王国の少々となった、ビルヘルム・フォンホルンであり、シュパイアー級墓地に埋葬されている。ミュンヘンのフェルトヘルンハレにある、青銅像。反動主義時代の初め、すでに、ナポレオン戦争の時代からブレーデを避難していた、エルンスとモーリッツ・アルントは、没後のブレーデを、その著作。 帝国男爵派インリヒカールフリードリヒ・ホンシュタインとの我が三作と変遷の途上で、で、略奪に走ったとして断罪している。無礼では、バイエルン王国とフランスが同盟していた頃、アルントが、ソヤ、不作法と略奪の罪に問うその兵士に対し、多くのことを調べただけでなく、シュレーズイエンのエールスで、完全にフランスの元帥のやり方で、退却の際、 エールス公国の城に収蔵されていた銀をすべて自分の荷物として集めてきさせたことで自ら最悪の手本を示したという。さらにこれが原因となりブレーデがフランクフルトアムマインの宿に到着した際、シュタイン男爵はこのような呪われた強盗と同じ部屋を分けはしないという言葉を残してその宿を去ったという。この本が発行された年のうちにアルントは この記述によって、バイエルン軍を中傷した罪に問われ、ツバイブリュッケンの陪審裁判所に関門された。しかし89歳となっていた、彼は出席せず、本人不在のままで金庫と罰金を課せられている。この翌年、いわゆる、著述刑事訴訟の結果として、雑誌を中心とする多くの刊行物が発行された。その著者のうちあるものは、アルントの、またあるものは、 ブレーデの用語を試みている。アキムフックス、バイエルン軍司令部、ヒスターシアス歴史コンバイアーンズより、モントーの歴史に関する外部サイト。ブレーデ家と一族が製造したチーズに言及している。ブレーデ公楽農場の記録に残るモントゼアーのパンフレット。経務学の外部サイトにおけるゾフィー・アロイズイアーガーテ、ホンビーザーについての記述。カール・フィリップ・フォン・ブレーデの電気。 系譜学の外部サイトにおける夫婦と、その子女についての記述アルントは1814年に、その著作、時代への、時代からの視点の39ページ目で、以下のように綴っている。その代わりに、バイエル運兵は要求し、屈するべき場合にもかかわらず、頼むときは自慢し、黙るときは抗った。そしてその贅沢、傲慢と強欲から我々の目には、フランスの元帥としてしか映らず、 ハーナウの戦いにおけるその劣悪で学生のような、規律から本当に、将軍のように見えなかった、いわゆるブレでデ講釈元帥は、プラウトスの栄光ある軍人のように、スペイン風の大げさな足取りで現れ、ズうずうしくも約束しようとした。ありがとうございます。